ございます。スタジオクーパーの永田です。ちょっと今日は、ルードック酒場に来てまして、もろもろギタリスト談義をしようと思ってます。で、今日、何してんの今日、顔薄いっすよ。せえ。乾杯。まあそんなことでやってますけども、今日は、内間哲平さん、はい、よろしくお願いします。サンセットバス&ブスマン、あとただのノンベ、いやアイリーボーイスってバンドのギター弾いてます。アイリーボーイス、まあ、ただのノンベですからね。アイリーボーイス撮影者は井上チャールズ君です。お願いします。永田さんにお世話になってます。いえいえ、こちらこそで、ギタリスト談義を始めようと思ってます。これ貼ってください。これはいいよね、これは。まずと、まずです、多分2人はないと思います。とりあえずチャベス君で俺、はい、その方が、その方が早いと思う、はい、一番こう弾いて俺にしっくりきたなみたいなアンプってありました？アンプ、うわー、でもやっぱマーシャルっすかね。マーシャルどれ？僕、今900使ってるんですけど。おー、まあいいけど、けどやっぱ900が一番気持ちいい音鳴るなっていうのを最近よく思いますね。いやー、いいアンプっすね。900は気持ちいい、あの歪みもギャーンと。 A ちゃん B ちゃんどっちですか？A ちゃん B ちゃん、うん、どこですか？矢沢の A 吉か B ちゃんかどっちか。いや、矢沢の A ちゃんは分かったですよ。 B ちゃんは雑じゃないですか。長谷さん厳しいね。いやいやいや、なんだかんだやっぱマーシャル好きやなと思いましたね。じゃあ50ワットのベクチメサの、メサのね、ベクチのアンプで50ワットのアンプとか、逆に50ワットやとフルでこう出せて、なんかこういい味が出るっていうのも、飽和感ね、それはそれじゃない。自分は結構ライブの時箱のアンプを借りることが多くて、はい、もうフルアップス、マジフルテン、もうでそうめっちゃいい音あるんですフルテンが。でそれで箱の PA さんと相談しながらそれをどうするかしかやってないです。でフルアップした方が絶対音いいですギャーン。シンクそうですね。じゃあケンパーでいいっすもんね。うわー、ケンパーしてます。ケンパーみたいな話になってくるから。じゃあでもなんかもうキャビネットとかもあるやん。もう JC でいいじゃん。普段このピック使ってるんですか？いや、これは拾った。拾った。ほんまに拾った。食べる、何でも言いたい。今日拾った。これ拾いました。ダンロップのやつ。めちゃめちゃピックにこだわってる人。そんな。どう思う？すごい。そのこだわり。てっぺいさん何でもいけるっすか？ピックどっちかでは何でもいけると。あ、いけるっすか？弾きたいフレーズとかがあるから、はい、柔らかかった時に、はい、例えばもう簡単に言ったら柔らかかった時にはこっちが強く、あー、なるほど、なればいいし、右手の調整がやっぱ、うん。あ、でもね、今思いましたよ。今思いましたよ。2人とも01の人なんで。なるほど。曲を作る人なんで。なるほど、なるほど。その、出目が出す音とかじゃなくて、はい、そのイメージする音が出せるかで、次が出るんですよ。なるほど、なるほど。なるほど。いや、それ言われるまで気づかなかったさ。今僕も今気づいた。長津さんに教えてもらえた。そういうこと。今日も大阪に行ってよかったっすよ。ほんまに思ってます。おぉ、イタリスペアではあるんですけど、基本01の要はそうだよみたいな。急に確かに、てっぺいさんはドヤ顔してました。今ドヤ顔されてました。ずっとさ、あそこは気もしないと思うんですよ。ずっとさ、曲を変えてた。曲も
その正解ないやん。ないっすね。時代も、うん、まあまあ、あってさ、うん、はい、何がいいかな、この時代にさ、はい、で今やったらコロナとか、はい、もちろんありますね。それがもっと言えばその歌詞とかもな、はい、そうですね。どう言ったらいいやん、うん、そんなところでピックの柔らかさとか確かに何も関係ない。確かにそうですね。そりゃそうですね。お前の方が好きやっていう今日2回目や。早い曲とかね。2時間前、俺2時間前おったで。そつけお前3時間前メロパの曲やったとしてもうやっぱり、うん、なんか書いてたらそうかもしれない。うん、そんな曲を書いてたらで、なんか会社がどついたんねんって、うん、そこにあんまり重きは、はい、置いてないってことですね。ないかもただの刀剣で呼ばれた。でも俺今回スーパーでコーディング、はい、ちょうど今日で5日目なんですよ、はい、あ、そんな撮ってそう、先週もクーパーでレコーディングして、ね、もう長津さんとレコーディングするの大好きで、はい、やっぱギターめちゃ好きもうそうですね、分かってる人だから、はい、話も合うし、はい、で、昨日が自分のギターのレコーディングだって、お難波の山の楽器っていうのを行って山の楽器好きやんな。いやだから、いやそこしか行ってないで、これの黄色をまあいつも通り3枚ぐらい買ったのとプラス朝柄のちっちゃいティアドロップ、メタルギタリストがこう弾きそうなやつのちっちゃいやつを買って、それをレコーディングの最初の3曲ぐらい弾いてみたらもう早弾きしやすん、ズグ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 とかそのミュートとかもうめっちゃしやすい。いやマジでしやすいです。こういうの使うと結構なんかそのカッティング寄りになるんですよ。アイリーボーイズって結構メタルなリフみたいなズグズグズグってあったりするから、ハードコアみたいな、その瞬間はちっちゃいピックの方がレスポンスが出やすい。うん、すごく。それで最初のその早い曲とかはアイリーボーイズ三曲ぐらい。今感じるとこあったっすか。聞いてる聞いてる聞いてない聞いてない。アイリーボーイここでアーリーせーここでアイリーボーイめちゃめちゃ聞いてない。2人は何アンプ使うんですか。アンプは、普段箱のアンプっす。あ、じゃあ何でも対応できるってことですか。っていうか何でもいいっすよ。でもフルアップします基本。JC しかなかったら、あと JC をフルアップします。いやでも JC ってちょっとボリューム上げたらフルアップするから、はい、まあ、トランジスタアンプ真空管じゃないから、うん、もうそもそもちょっとボリューム上げたらもうそれがフルアップ状態。なるほどなるほど。あとはディストーションっていうのがツイスターのディストーションのボリュームのレベルをちょっと上げたりとか、まあその、はい、へたり具合によるけど、足は1個、俺はいつも1個だけ、はい、オーバードライブ1個。ああ、オーバードライブ。それはもうソロの時にオーバードライブ。ああ、なるほど。じゃあブースターって言うんですか。長瀬さんところで今回やったらソルダー。うん。ソルダーのはほら、本当にね、沈ませた時の、沈みのその細部、繊細っていうのが、その部分がすごいこうしっかり出る。ハイもしっかり出てるし、でもそう、あのローもしっかり出る。いや使ったことない。ソルダーって結構そこはなくて、うん、もちろん武骨。オレンジとかも使ったことあるけど、オレンジももうちょっと武骨、マーシャルより、うん、ソルダーのなんかもうちょっとしっかりハイが出るんだけど、そのハイがめっちゃ綺麗、うん、なイメージ。ソルダーのはいい。ソルダーの人です。来てる来てる来てる。よりもキャビよね。キャビ。ネッペイさんキャビ買ったことあるっすか。あるネサのネサレクチの鉄板っていうやつ。ああ、うん、いや、あるやんと。メタルとかシガシガで感じやったらいいけど、でも自分のバンドとかの
感じで言うたら、なんかそれはやっぱこうあんまり合えへんかった。どう合わない、なんだよ、おちゃんと裏打ち、そのタカタカ弾くこともあるし、そのクランチでこうもっとこういい感じでこう歌と一緒にこういい感じで出したい時もあんねんけど、口のキャビンってなんかもう下がボーンってね、やっぱ寝るから、ギタリストだけのそのキャビンってすごい今でも持ってんねんけど、これはね、アンプはレクチで、そのマーシャルとかってなると、マーシャルはちょっと軽すぎたりすんねんけど、だからそれで言ったら今んとこはそのオレンジがなんかすごいこうちょうどいいキャビさ、キャビオレンジのキャビってなんかすごい重心低くて、なんか全部の音がポンって出ますね。なんかこういう感じ、マーシャルのキャビとか結構こうなんだろう、もうカリフラワーうわーみたいな、カリフラワーもうブロッコリーみたいな、そんな感じじゃん。それに調べるとオレンジの、俺もこないだ初めてオレンジのキャビ使う、オレンジのキャビでゴーンってか、でも結局マイクで撮ってライブとかレコーディングでもマイクで撮ってこう出すんだけど、そのストレートに撮ってそんなイメージ。オレンジのキャビは何だ、そこでやってたぐらいとかからやっぱサボテンとかもそうやし、やっぱこうみんな使いだし、確かにね、うん、それまでなんか歪んで、うん、うわーうわーうわーって言ったえっていう感じやったんやろうけど、なんかやっぱこうもっとこう聞きたいっていうかフレーズとか聞きたい、間違いないです。聞けるっすもん、あんぐらいまとまってる方が。サブギーとかで、アンプで言うと、キャビネットがオレンジっていうパターンが結構よく見ますわ。上マーシャル2000からのオレンジ、よく見ますわ。オレンジを作った人も気づいてなかったんかなっていう。でも結局は、こいつじゃないですか。俺らが出すわ。じゃあ、今まで、一番良かった竿ってあります？竿は、割とフェンダーのテレキャスターに一緒やん。俺はそこに出会ってから、ずっとそれっすね。レスポールとかストラトとかも行くけど、テレキャスターでレスボスめちゃくちゃ速いじゃないですか。確かに一番速いです。バキッと、もう何よりも速くて、特に俺メイプルのネックを使ってるんで、とにかく多分ローズウッドって頑丈なんすよ。投げるからね。マジ頑丈とか。頑丈なギター。頑丈なギター。頑丈なギター。意外と。でもテレキャスターは本当そうっすね、レスポンスが早いかな。その俺ってディレイとか結構使うんですよ、バンドで。なんでそういう面でもその遅らせたい時はディレイを踏んだり、その自分のプレイスタイルによって基本的に速い部分でいてほしいですよ。特にうちのドラムが速い、前なんで、なんでスキーのバッチキーのずっとね、もう長さが一番分かってる。長さもレコーディングしてるから、もうパクリ早いっすね。しょっちゅうぐらいめっちゃ早いから、めっちゃ前なんで、テレキャスターとか使ってるとその前の感じがめっちゃ合うんすよ、自分が弾いてると。おうおうおう、レスポールでどっしりした感じではないっていうか、どっしりすると多分もたって聞こえるんすよ、これテレキャスで。サカ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 、いや、ほんとそうっす。いや、俺もレスポール使ってたことあるんですけど、
やめた理由はレスポール投げたら折れたの、うん、まあ、すぐ行くっすからね、うん、何でテレガスやっぱりね、いや今そのブッシュマンではテレキャスター持ってるんだ、うん、最初に持ったギターが、それを今も使ってて、SG とか基本的にでもソリッド系なんですよ。ソリッドやね。何でもいいっちゃいいんだけど、いやだからそれ言ったら YouTube 崩壊してますから。レスポールでも比較パワーありすぎて、ちょっとびっくりしたっていうか、こんなにいらん。だからそれはもしかしたら言ったみたいに楽曲を書く、書いたりとか歌を歌う感じに、こんなギターのその熱量っていうか。そんないらんって言ったよ。なんかそれがあるとこう出てこへん。なんかレスポール好きよ。でもいろんなこととかすごい多いんで、なんか俺のすごいざっくりしたイメージ、フェンダー系のギター、ギブソン系のギターって、うん、例えばフェンダー系のギター、一弦からジャーカン、ジャーン、ブヤーキャンみたいなイメージなんですよ、うん、でもレスポールとかそういうギブソン系のイメージってあんまそうではなく、もう少しなんかいい意味で繊細、なんか6弦は6弦で鳴らしてそこの太さを出す、うん、5弦は5弦の太さを出して、ギターソロも1本の弦はこう1本なイメージ。テレキャスターとか、ね、あのストラトキャスターももっとなんかこうレンジ広めというか、例えば1音を出すにしても、じゃあ3弦の7フレットを出すにしても、ここから3弦の7フレット以外の1、2弦がミュートされてて、そこに到達するまで1、2弦のカラピッキングに入っちゃう、ジャカン、そのニュアンス感がなんか映えるギター、テレキャスター、ストラトキャスター、レスポールはもうちょっとその1音1つの音を出すのに重きを置いてるギターです。ストラトテレキャスターの方が一音出すのに他の音も入っちゃっていいっしょ、無駄な音が入ることが逆にかっこいい。だからレゲエとかやったらチャッカチャッカって3弦ぐらい 3つの弦をチャッカチャッカってやっててもめっちゃいい。でたまに2弦とかだけになっちゃうとか、そのテンションでソロ弾いちゃうとか、アホじゃないよ。俺の感覚です、それは。その感覚です、ギターは。そのギブソンとかフェンダー系の。俺完全に憧れでギター選んでる。今弾いてるギター。僕ナビゲーターのレスポールです。で、猪狩さんと喋った時に、なんでギブソンじゃないって言われたんですよ。でもナビゲーターを憧れてるギタリストがみんな使ってるからナビゲーターにしてるんですよって。今は900です。しかも聞いた割には全然反応ないです。はい、というわけで。深いですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。